早速こちらよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、せっかくなので今日はですね、うん、インターンで、ルナちゃんが来ているので、はい、はい、東北公益文化大学から参りました小野寺ルナと申します。はい、よろしくお願いします。さあルナさん、じゃあ、はい、門倉さんに質問したいことたくさんあると思うんだけど、はい、はい、ルナのコーナーなので、うん、がっつりと門倉さんの目を見て、はい、はい、お願いいたします。門倉コーチだけが知る、はい、そのネオ君のなんかネオ君のいいところとか、なんかそう門倉コーチしか知らないなんかネオ君のマル秘話みたいな、マル秘話か、ここでしか話せないみたいなありますか。ね、まあ去年そのルーキーとして入ってきて、はい、試合前にね、はい、いろんなこう約束事じゃないですけど、はい、してたんですよ。うん、でまあ初めの頃ってネオ君って、ネオ選手って、はい、あの調子がなかなか上がらなかったんですけど、はい、でもそんな中でも一回もこう弱音を吐くことなく、去年1年間あの過ごしてたんですね。はい、これでちょっと、気分転換じゃないけど、はい、ネオとね、まあネオは野手で僕は投手担当、はいはい、あんまり接点はないんですけど、試合前にネオが外野でちょっとストレッチをやってたので、うんうんうん、まあからかったっていう感じだったのかな、あの時は、うんうん、おいネオ今日ヒット何本打つみたいな、うんうんうん、このことを言ったんですね。うんはい、だからもちろん調子が悪いので、うん、持てればいいかなみたいなちょっと弱気の感じが出たので、はぁっつって、お前な、3本打つって言えっつって、じゃあ3本打ちますって言ったら、その日3本打ったんですよ。お前やっぱ言わないとダメだなっつって、でこれから試合前に俺聞くから、自分の調子良くても悪くても何本打つかっていうのを俺に公言しろと、じゃあ分かりましたっつって、はいはいはい、である時に、うん、もう毎回毎回こう3本打ちます、2本打ちます、いや今日はホームラン打ちますとかって言って、もちろん当たらない時もあるんだけど、はいはいはい、でまあそんな話をしてて、うん、ネオがどっかの試合の時に僕は忙しくてネオとそういう会話ができない時間があったんですよ。うん、したらヒット全然打てなかったんですね、その日。で試合後に門倉さんと、はいはいはい、今日僕と話してなかったですよねって、はいはい、今日打てなかったのは多分門倉さんが聞かなかったからです。いや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 お前ねっつって、それは人のせいにしちゃダメなんじゃないっていうことをしながら、野手ともこうやってね、まあ、ネオに限らず、他の選手ともそういうね、コミュニケーションを取ってやってるんですよ。で、他では聞けないね。はい、聞けないね。野球選手だけじゃないかもしれないんですけど、目標を、こうやって言葉にしたりだとか、字で書いたりだとかすると、それに向かってやっぱ頑張ろうっていうね、気持ちになるので、これすごいいいことだなと思ってて、だから今のピッチャーにも、まあそんな話をね、しながら、まあ今日の試合もそうなんですけど、まあ今日はしっかりゼロで抑えようとかね、そういうことをね、目の前のやっぱ目標に向かってやっていかないとね、選手って頑張れないので、そうですね、そういうことをね、言わせながら、うん、やってるんですよね。これからまたシーズン始まっていくじゃないですか、ちゃんと開けて、見どころとかありますか。なるほど、コーチだの、あ、コーチから見て、はい、コーチから見て、まあ、これはピッチャーのことになっちゃうんだけど、はい、本当に去年、若い選手がねすごく育って年だったと思うんですよ。はいはい、で本当にこう土台ができたと思うので、うん、いや今年もね、いろんな解説者がね、最下位予想したりだとか、まあ上位の予想する方もいると思うんですけど、うん、やっぱりやるからには僕らはもう優勝しか目指してないし、はい、優勝できる選手がいると思うので、はい、ね、誰がすごい誰がいいとかじゃなく、本当に一つ一丸となってね、ワンチームになってね、しっかり戦えればなと思ってるんですよね。だから沖縄からもね、この読谷からこうやってね、はい、僕らね、こうスタートして、ここで本当に1年間戦う体をねしっかり作れて、で、まあ、また帰っていくんですけど、はい、まあ、あとこの5日間6日間ぐらい
を、もっとあるんですね、あと1週間ぐらいあるか、1週間ありますね、はい、本当に大事な時間として、うん、でまたファンの方と選手って今すごく近くにいるじゃないですか、確かに、ね、近いですよね、その時に、うん、頑張れよとかっていうね、そういう声がね、選手の本当に力になっていくので、うん、もうどんどん声をかけてもらいたいなと思いますね。